ジョーダン192は、ジョーダングランプリが1992年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。設計者は、ゲイリー・アンダーソンとマーク・スミス。1992年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。1991年に使用された191からの変更点は、 V8 のフォード HB エンジンに変えて、前年ブラバムが使用した V12 のヤマハオックス99エンジンを獲得したことである。また、マニュアルトランスミッションのシフト機構は、伝統的な H パターンではなく、オートバイのように前後に押し引きする、シーケンシャルタイプを導入した。この方式は、 電子制御のセミオートマチックトランスミッションよりも低コストで済み、H パターンで起こりやすいギアのセレクトミスを予防する効果があった。ジョーダンが F1 で初採用して以降他のカテゴリーのレーシングカーにも広く普及することになった。シャシーはキープコンセプトで設計され、随所に191のデザインの名残が見られる。フロントウィングは191よりも高く、 持ち上げられている。その分、フロントのダウンフォースを稼ぐために、フラップが大型化された。マシンのカラーリングは、シェイクダウン時は191同様、アイリッシュグリーンを基調としていたが、開幕までにタイトルスポンサーであるさ、ソルの明るいブルーと白を基調としたものに変えられた。新たに、バークレータバコのスポンサードも得ることができた。 ドライバーはティレルから移籍してきたステファノ・モデナとレートンハウスから移籍してきたマウリシオ・グージェルミンを起用。黒沢拓也が191にヤマハエンジンを搭載したマシン 191Y でテストを行った。しかしシャーシとヤマハエンジンのマッチングが良くなかったことは開幕前から判明していた。コンパクトなフォード HB エンジンからサイズや重量。 発熱量などが異なるヤマハエンジンに乗せ替えた、影響は予想以上に大きく、対応が後手に回ることになった。特に冷却系統に問題があり、開幕戦で急遽、ボディーワークに穴を開けなければならないほどだった。信頼性に関しても最悪で、モデナが4回もの予選落ちを喫したほか、両ドライバー合わせて19回ものリタイヤとなった。 ダブル完走が1回しかなかったのに対し、ダブルリタイアが6回にもなった。ポイント獲得は最終戦の1回しかなく、コンストラクターズランキングは前年の5位から11位に後退した。ヤマハオックス99エンジン。ありがとうございます。